これ千秋ちゃんの会？会？寒かったですね。うん、面白かったよ。優しいんですね。だから好き。なんか嬉し恥ずかしいねそれ。つけてくれます？え？私腕脱臼してて。ああいいよ、これつけてくれる人とは結ばれるんです。え？いて僕も腕が折れてるみたい。好きな人いるんですか？うん、とっても好きな人ね。頑張ってください。え？がっかりしないの？好きな人は応援しなさいってママが。へー、素敵なママだね。はい、だから応援します。姉ちゃん泣いてる。あ、悪かった、ごめん。ごめんよ。じゃあこれのお金は？もちろんサービス。やったー、サービス、やったー。お前本当すごい食欲だな。お前本当すごい腹だな。なる。お前は本当すごい眠るな。誰の子だろう。こんばんは。ね。あ、綺麗な夕日ですね。なんかのセールス？セールス。ある意味ではそうかもしれません。金なんかないよ。お金で愛は買えません。はい、ええ、僕のはいい、買ってください。ちょっと待ってください。俺は言ったってノーマル。僕のはいい、買ってください。100円しかないけど。サンタルイルス控えだ。僕は一体誰でしょう。教授、就職しますんでさよならバイバイ。これじゃちょっと冷たいし。僕は社会復帰しますんでお体を大切にお過ごしください。こんな緩い言い方だとつけ込まれるかも。ワー君、ここもまた一つの社会だよ。なんちゃって。あるいは泣き落としで。渡る、お前は俺を一人ぼっちの静かにするか。レイエル、レイエル。考えても仕方ないか。話せば分かってくれるぞ。ただいま。教授、話せば分かります。教授。おかえり。おかえりって？おとなしく座ってください。手荒な真似はしたくない。な
何なんだお前は。まあ、IQ は低そうだ。状況判断が遅い。よくわかるね。僕も苦労してる。何ですか。いいから座れ。冷めましたか。手荒な真似してすいません。真似じゃなくてそのものじゃないか。一体何なんですか。俺にもよくわからん。いきなりこいつが。少し静かにしてください。仕事を残してるもんで。ふざけるなよ。お家へ帰ってやったらどうなんだ。お前今日強気だな。さっきは油断しましたから。あいつどう見たって役者関係には見えません。きっとあの拳銃だっておもちゃですよ。結構です。あ、おい、ちょっと待て。ミアは寝てたはずだ。この野郎、一体何なんだ。誰なんだお前は。それは僕の質問ですよ。は？さて僕は一体誰でしょう。何言ってるんだ。見かれてるのさ。愛を買ってくれと言うんだ。愛？そう、あなたたちの命と危険ね。3日間会社の有給を取ってます。あさっての夜明けまでに僕の名前を当ててください。あ、これから先は眠ることも許しません。何が目的なんだ。青いバラに抱かれるためです。青いバラ。バラに青なんかないだろ。ええ、選ばれた人間にしか見えません。その意味は神の祝福。神の祝福。おかしいんじゃないか。病院に行けよ。おかしいのは君たち現代の人間たちだ。君たちは愚かな社会に住む異常者だ。しかし幸運でもある。僕が啓蒙してあげるんだからね。真実の愛の意味を教えてあげるんだ。真実の愛だって。そっちの人は把握してきたようだね。これは神に許されたゲームなんですよ。3日の間君たちは僕に愛を教わる。その代償として命を差し出すということです。何がということです。名前を当てれば助かるのか。その通りです。オプションがなければ楽しいディスカッション生まれませんからね。やめる太郎。違いますね。ヒントをくれ。まあ焦らないことです。時間はたっぷりありますから。3日しかないじゃないか。神は7日間で地球を作られた。僕は神ではないのでその分せっかちなんです。延長はないのか。キャバレーじゃないんですから。まあそれはそうだが。笑わせないでくださいよ。こんな時にリラックスしないといけないだろう。ミア、あそこで寝てなかったのか。気をつけろ、そいつ拳銃持ってるぞ。買い出しは済んだんだね。ああ、3日分の食料だよ。紹介しよう。彼女僕のアシスタントだ。よろしくな、ボケナスども。ミア、お前何言ってんだ。忘れたのか、俺たちのこと。あい、お、めなれ死んだよ、つのらやろ。言ってんや。私はミアじゃねえ、ナオっつんだ。ナオ知らねえのか。クソったれ、どこで料理すりゃいいんだ。だから表で火を起こして。原始人かてめえら。いや僕だよ、渡るだよ。ノア渡るだよ。ノア、君の名前はノアというのか。ああ、それがどうした。そっちのあなたは百瀬だ。こいつは素敵だ。ノアに百瀬か。傑作だな。最高の舞台だ。そしてお前は。僕は残念、引っかからないよ。小林博。違うね。中村大輔。外れです。さてそろそろ本題に移ろうじゃないですか。渡辺康夫。愛における喜びについて語ろう。佐々木愛における喜びについて語ろう。
喜びとはすなわち生まれるということ、込み上げる感情の発芽であります。しかし一方で決して属性はない。道徳の時間みたいですね。黙って聞け。おそらくこいつの名前を当てるヒントがある。ただただその瞬間におけるプラスの感情だれで、つまりはそこからマイナスのエネルギーになだらかに、あるいは急速に落ちていくんです。例えば子供が生まれる、その瞬間に対する喜びは次第に寄与する。自分の家の確認、経済的不安、成長する子供は決して期待にそぐわない。その緩やかな絶望。不正や母性は永続性があるじゃないか。不正や母性とは一体何か。数学的物理的に質量が測られるものではない。当たり前だ。世の中に当たり前なことなどありません。全て原因があり結果がある。愛における喜びとは原因であり結果への誘導、絶望への糧を作る。何を言いたいのかさっぱり分かんない。否定しているんだろ、喜びという感情などいらないと。その通りです。僕はあらゆる感情を否定して最後に大事なものを提示していくつもりです。いいですか。喜びなどなければ絶望はしない。人間の感情の中に喜びなどいらないんです。あらゆる犯罪は喜びに発動される。自分の喜びのために、あるいは他人を喜ばすために。人間は犯罪を犯す。喜びを貪るお前たちは罪悪の源だ。食事の時間です。しばらく休憩しましょう。言っとくけどおめえらのはねえよ。まあそうですね。ああ言ってもね、体力をつけねば3日を持たないからね。教授名前分かりましたか。ああ、荒ぶる魂をアインシュタインの脳みそに変えてな。はい、分かったぞ。どうぞ。佐藤茂。適当ですか。うん、死んじゃうなきっと僕。一つヒントあげよう。はい。差別ですよ。はい。僕は数えきれないほど人間を殺してる。そしてこれからもそうするでしょう。怖いヒントだ。それから。しかし僕は決して自分の手を汚したりはしない。完全犯罪者です。さて僕は一体誰でしょう。自転車の音がしたぞ。さとみさん来ちゃダメだ。何してるんですか。逃げて。え、おや、これは美人のゲストだ。誰。さあ。ふざけてるんですか、皆さんまで一緒に。教授、眠くて説明したくない。渡るさん、それよりどうして会社の面接行かなかったんですか。今そんなこと話してる場合じゃ。面接聞いてないぞ俺は。眠くて説明したくない。里見さんと言いましたね。そこに座ってください。レディはデリケートに扱いたいんで。それ大きな会社じゃないですけど、この不景気にそんないい求人はないんですよ。いや、はい。校長先生に真面目な方ですからってお願いして、お知り合いの会社を紹介してもらったんですから。分かってます。お姉ちゃん座れって言ってんだよ。ミヤさん、いつからちゃんと喋れるように。実はミヤじゃないんだ。え、早くしろ。トミさんに乱暴するな。残念ながら現実なんです。あ、おい、やめろ。ノア君、彼女、君の恋人ですか。いや、彼女は婚約者がいる。そうですか。見てると恋愛感情ありそうだったんで。お互いに。そんなのないわ。トミさん、
こんな時にがっくりすんな、うん、それなら彼女が何をされても文句ありませんね。やめてくれ。彼女に恋愛感情あること認めますか。認めるから里見さんを話してくれ。あ、やめろ。うるせえんだよ。やめろ。それ以上すると彼女を怒られるぞ。それが次の課題だ。愛におけるイカリンスか。その前に彼女を話してやれ。そうはいきません。彼女は分かりやすい標本になるんです。ノア君、僕が彼女をレイプしたらどうします。言っとくけど本物だぜ。ノア君、さあどうします。殺すよ。お前を探し出して必ず。勇ましい限りだが僕の質問はそういう意味じゃありません。なあ、いいでしょ。例えば僕があなたに殺されたとして、その後のことです。そんなこと知るか。渡る、冷静になれ。奴は里美ちゃんに何しようってわけじゃない。狂ってるんだ。やりかねないですよ。狂ってはいるが、そんなことに興味はないはずだ。その通りです。あなたは記憶力がいい。先ほどのヒントで僕は直接手を下さないと教えたはずです。それじゃあ彼女は話せ。いいでしょ。なお縛るんだ。レディーだから優しくね。どこがレディーだかよ。この面で男たぶらかしてんだろう。さあさっきの質問に戻ろう。君は彼女がレイプされたとして、その前と同じように愛せるかな。当たり前だ、そんなこと。そんな簡単に生きれるか。彼女のせいじゃない。いたわって前より優しくするさ。表面的にはね。表面的。モーゼさんどうです。同じ質問です。以前と同じように愛せますか。きっと無理だな。教授、正直ですね。僕あなた好きになりそうですよ。教授、そういうもんじゃないでしょ。愛ってそんな軽いもんじゃないでしょ。怒りが形を変える。素晴らしい。その通りですよ。ノア君、先ほど君は怒りを覚えた。彼女が凌辱されることを想像して我を忘れるほどの怒りを。おい、ちゃんと聞いてるか。怒りは確実に愛の形を変質させる。理屈では分かっていても、怒りが変質させた愛情は反比例のベクトルを目指すことになる。すなわち彼女に対する生理的嫌悪です。そんなことない。僕は優しくすると言いましたね。いたわるとも。それは嫌悪の裏返しだ。自分の感情を押し殺すためだね。しかし彼女の方はそれ見抜きますよ。そして彼女は姿を消すでしょう、君の前から。ノア君、その時君は内心ホッとするんです。そんな、分かってもらえましたでしょうか。人間の感情の中に怒りというものは必要ないんだということ。怒りは憎しみに変わり、愛する者をも恨んでいく。なくなればいいのに。そんなものがなければ愛は永遠だったかもしれないのに。お前は一体何なんだ。一体何が言いたいんだ。焦ることはない。まだ時間はあります。トイレに行きたければどうぞ。里美さん、ええ、私より百瀬さんの方こそ昨日から寝させてもらってないんでしょ。教授、なんとかな。どうしたらいいんでしょう。こんなとこじゃ誰も来ない。
金がなくなって新聞の配達も断ったからな。ああ先生、ここへ来ることは誰かに？いや、やはりあいつの名前を当てるしかないな。そんなこと無理ですよ。万が一当たったってあいつが助けてくれる保証なんかどこにもないじゃないですか。いや、あいつはプライドが高い。自分の自分の言ったことは守らざるを得ないはずだ。信用できませんね。しかしその他に方法はない。日本人でしょうか。さあそれもどうかな。あいつは社会中に自分を崇拝する部下もいると言ってたから。はったりですよそんなの。きっとそれか妄想です。確かに妄想だろう。しかしきっとそこにヒントがある。何かのトラウマでしょうか。両親からの幼い頃の圧迫など。ああ、そうね。先生児童心理学勉強してる。ええ、職業柄子供の頃いじめられてたんですよ。会社でもそうなんじゃないかな。いや、愛を売るなんて言ってるからひょっとしたら手痛い失恋したのかも。お前みたいな。それ言いますか、こんな時に。僕は耳がいいんでね、君たちの話は小声でも聞こえてるよ。いやらしいやつ。仕事してるふりして。食事しながらヒントをあげよう。僕の名前にたどり着きそうもないのだから緊張感がなくなる。その前に一口食わしてくれ。そうだ、腹減って討論できないぞ。なおどうする。冗談じゃねえよ。誰が食わせるかって言うんだよ。知ってくれっか。申し訳ありませんね、料理長には逆らえない。それに一週間ぐらい食べなくても死にはしませんよ。どうせあと一日半の命じゃないか。それは努力次第です。名前なんか分かるわけないわ。ですからヒントあげますよ。先ほどのあなたたちは僕から遠ざかってしまってるんでね。嘘をつけ。本当はいじめられっ子だったんだろ。初めに言っときますが、僕を分析しようとしても無駄ですよ。僕には不安も苦悩もありませんからね。家は裕福だし両親も健在で僕は大事に育てられました。成績も優秀、仕事もいわゆるエリートってやつですね。肉体も健康かつ健全、友人も多い、恋人もいます。つまり犯罪者として当てはめられるような人格ではありません。そしてそのことが意味すること分かりますか。俺たちを殺しても正体は分からない。そうです、あなたたちとは初対面だし接点ありませんからね。何の不満もないのにどうして。愉快だからですよ。人生は退屈だ。こんな楽しいゲームがあるなら、そして常に勝者として安全であるならやってみたいと誰もが思うはずです。誰も思わないよ。それは君が臆病なだけです。人間はヘドナが出るぐらい臆病なくせに残虐なものです。それが証拠に僕は決して命令すらしてないのにゲームがしたくて世界中の人間が僕を信じて人殺しをしてるんです。そしてこれからもっと過激に。分かってんのか。でもすげえヒントなんだぜ。臆病で残虐な人間を簡単に阻止してきた。さて僕は一体誰でしょう。ですね、かわいそうに。内臓のどこか。あなた長くないんじゃないですか。ふざけんな。やろ、病院に連れてってください。そうだよ、早く病院に連れてってくれ。僕を残して早く二人を解放してくれよ。何勘違いしちゃうがんだ。てめえ
だってくたばんだ。ここで仲良くな。せめて少しだけ眠らせてあげてね。お願いします。みんならさせてやるぜ。もうすぐな。続けろ。いいから話の続きを始めろ。教授、早くしろ。退屈だからな。僕の名前を当てて若い二人救いたいんですね。泣かせる話だ。いいでしょう。次のテーマに向かいます。綺麗な月が出てる。愛における悲しみについて話しましょう。つまりは悲しみとは人間の持つ業そのものです。生きるものとして死なねばならない圧倒的な絶望から派生している。友人や恋人は自分が死んだら涙を流すだろうか。流してもその涙の質量はいかなるものか。時間の経過によりその存在自体もいずれ忘れられていくものならば、今生きてる自分に何の理由があるんでしょう。子供を残すため。しかし子供の未来など自分の消えていく過去を慰めたりするでしょうか。愛する者たちはいずれ自分を跡形もなく忘れる。それならば愛することに何の意味があるのでしょう。悲しみとは虚しさを生むのです。そして虚無感は今の時代に集約されている。この世紀末に。悲しみなどいらない。人間の感情に悲しみなど必要ないんです。そうすれば心に平和を訪れる。またお客が一人増えるぜ。よか。彼女お嬢さんですか。彼女がそのまま返してくれ。声を出すの。ぶっ殺す。ミヤちゃん、本当に似てるらしいな。死んだようだ。すごい、本物みたい。ジョークです。悪魔め。人間は僕を偉大な救世主とも呼びますよ。どこで買ったのそれ。おまわりからくすねたのさ。パパ、蛍さん、里見先生、ようこそシンデレラ。てめえにも毒リンゴくれてやるぜ。ミヤちゃん。ゆかちゃん、そいつはミヤじゃないんだよ。え？なお、お嬢さんも縛り上げろ。ただし癖になるといけないからソフトに。座んな。一体何が。座れてんだよ。本当にミヤちゃんじゃないの。ミヤちゃんは。ミヤは殺された。ゆか、パパ言う通りにしなさい。助かるから。とても楽しいことになってきましたね。親子と恋人の二組がここに揃った。そしてノア、モーゼ。ここはまるで聖地エルサレムのようじゃありませんか。パパ、心配するな。今夜はまさに最後の晩餐ということになりそうですね。おっと、ヒントと誤解しないでください。僕は自分をイエスと言ってるわけじゃありませんので。それならユダか。外れです。相変わらず短絡的な思考回路ですね。パパ、僕のせいではありませんよ。パパはどのみちあと数ヶ月の命だったはずです。確かにここでの監禁がさらに短くはしたでしょう。嘘よ。ユカ、パパを助けて。明日の夜明けには楽になるさ。お前ら全員揃ってな。僕だけを残し、お願いだ。3人を解放してあげてくれよ。ノア君、その言葉はゆうべも聞きましたがね、僕安物の正義感最も嫌いなんですよ。私もだよ。ウルトラマン、
変身してからカッコつけて、やめて、私も残るわ。だから百瀬さんとゆかちゃんを助けてあげて。さっきまでの泣き虫が今日どうしたってんの。教師としてのヒューマニズムですか。そんなものありえるはずもないが。違うわ。それではノアクへの恋愛感情ですか。ええ、さとみさん、あなたみたいなダメな人一人で残していけないわ。さとみノア君、感謝してほしいね。君への恋愛感情僕らが引き出してあげたんだから。お願い、私たち二人だけでもいいでしょ。残念ながらよくありませんね。生贄は多い方がいいのさ、ジュリエット。さあ、くだらない恋愛劇と親子劇はもうおしまいにしましょう。あなたたちにはもっと素晴らしい枷を提供してあるはずです。命の砂時計が全て落ちる前に僕の名前を当てるという緊張感あるゲームが。名前？ああそう、途中参加のお嬢さん、僕の名前当てたら全員会をしてあげる約束なんです。なぜそんなゲームをしてあげるかというと、それは取りも直さず僕が青いバラを見るためなんです。青いバラとは神の祝福、人生を無駄にせず生きた者への栄光ある。さあ僕の名前当ててみなさい。それは不可能なことじゃありません。なぜなら僕の名前は世界中に知られてるんです。そしてその僕を誰もが心の中で信じてる。僕は選ばれし者であり、多くの人間の感情から喜び、怒り、悲しみを奪い去り、やがて来る平和へと導くものです。さて僕は誰でしょう。シミットは人間が最も根源的に必要とするものだからな。それが遮断されていくうちにその他のものに価値がなくなっていくのかもしれない。しっかりしてくださいよ、明日の朝にはユカちゃん。私たちには無理ですよ。あいつの名前なんか当てられっこないんです。教授、教授無理よ、百瀬さんはもう限界なんだから。けど私たちで考えましょうね。ゆかちゃんもいいわね。パパを助けなきゃ。あんな奴なんかに負けたくない。彼は朝自分のことは世界中の人間が知っていると言ったわ。そしてみんなが心の中で自分を信じているって。そんな人間いないよ。神様のつもりなのか。けどイエスでもないと言ったわ。青いバラで祝福されたいとも。それならやっぱり人間なのよ。独裁者のつもりなのかな、ヒトラーとか。サダム・フセイン、多分そういうことなのかもしれないわ。ヒトラーも本人的には第三帝国を夢見ていたわけだから。君たちは呆れるほど知性が欠落しているようだね。僕は決して自己催眠を起こすような愚かな権力者たちではありませんよ。彼らは一応に地球の大気を理解してない。日は昇り、また沈む。欲望とはそういうもんです。お前は欲のない人間だというのか。喜び、怒り、悲しみをなくすとき、欲望は心から消え失せるものです。ヒントをくれ、もっと分かりやすいヒントを。始まりからずっとそうしてますよ。僕は決して自分で手を下すことはなく、僕を信じる臆病で残虐な人間が他人を、あるいは自分を殺してると。洗脳したということか。もう諦めなさい。それより時間も限られてきました。
そろそろ愛について結論づける話に移りましょう。待って、あなたは自分で手を下さないと言ったわ。それならどうやって私たちを。私がいることを忘れなさんのよ、オフェリア。そう、僕の優秀なアシスタント。出会ったのはつい最近だけどね。僕もミアと出会った。愛における楽しみについて話しましょう。楽しみとはすなわち育むこと。人によって細く、あるいは太く持続しようとする努力の結果。絶対的なものはつまりは瞬間的なものであるはずなのに、欲望ゆえに継続しようとする感情、しかも徐々に加速し、欲望がまた欲望を呼ぶ。いいですか、生き物は全て与えられることだけを感受すべきであるはずなのに、人間は与えようともする。しかしその与えるという行為は一見聞こえはいいが、決して自分の持つ何かを与えることではない。つまり他から搾取しようとするものです。与えられ、与え、そして不足し、さらに要求し、人間は自分たちの住むこの星さえも貪り尽くしていく。ただ楽しむために。愛における楽しみなど人間に必要ないものなんです。楽しむという感情がなければ人間は堕落することがなくなる。あなたは喜怒哀楽を否定するんですね。人間の後天的感情全てと言っていいでしょう。愛とは根源的なものなんです。生まれながらに持っているものなんです。それをいつしか人間は喜び、怒り、悲しみ、そして楽しむことで歪み失う。何がおかしいんです。朝が近い、恐怖で狂ったんだろうや。ホタルさん、なんだかまるで違うこと言われているような気がしてさ。どういうんです。俺はここ数ヶ月いろいろな人たちを見た。それこそたくさんの愛の形を。そしてその都度教授は俺に教えてくれた。モーゼの十戒というところですね。教授は厳しかった。それも違う、あれも違う、どれも真実の愛とは言えない。愛とは恋のように思い出にはできず、失えば誰かを好きになる回路すら奪われるもので、瞬間にして永遠で、疑わず、諦めず、そして喜び、怒り、悲しみ、楽しみ、救われるものだと。恋する人と出会い、長い時間をかけて魂が寄り添うことなんだ。それが愛なんだ。誰もが手に入れられるものじゃない、まして生まれながら持ってるものなんかじゃない。お前の愛は偽物だ。パパ、百瀬さん、ロタル、なかなかいい演説だったな。教授もダメかと。勝手に殺すな。お前らは俺の娘が危ないのに簡単にくたわってたまるか。ずっと考えてただけだ。こいつの名前はな。もう夜明けだ、ジエンドさ。まだ時間はあるぜ。ノー。こいつは世界中に自分を信じる者がいると言った。現実にそうだろうかと俺は考えた。こいつはイカれてるが嘘つきではない。おそらくそうなんだろう。直接手を下すわけではない。つまりヒットラーのような独裁者、暴力的な人間でもない。こいつの思想に全般的に満ちているのは虚無感だ。救いがたい虚しさに満ちている。おそらく実体がないからなんだろう。だとするとこいつは今の時代に存在しないやつだ。もうとっくに死んでいる。なお、銃をよこせ。
私は聞きたいのさ。渡る、お前の言うようにこいつの愛は偽物だ。はい。おそらく愛されたこともない、愛そのものの存在を否定するもの。人間をとても憎んでいます。そうだ。しかし表面的にはそれを決して見せなかった。逆に人類を愛しているように見せつけた。パパ黙れ、もういい。臆病で残虐な男だった。黙れ。僕は祝福されるものだ。青いバラを見つめるものだ。もっと生きたかった。死ぬのは耐えられなかった。黙れと言うんだ。許せなかった。自分が一番優秀であるのに新しい時代を見られないことが許せない。人類など滅んでしまえばいい。世界中を不安に陥れた。手を下さずに。そうだ。たった一言の言葉で。渡るさん、その言葉を信じて、あるいは利用されて、たくさんの人が殺し殺された。誰、誰なの。たった一言の言葉だけで。偽物の愛を歌い、人類を欺く者。喜び、怒り、悲しみ、楽しむ彼方にある真実の愛を否定する者。臆病で残虐な魂を持つ愚かな男、汝の名前は。愚かな予言。1999年、地球は滅びる。ノストラダムス。ギリギリセーフだな。お前の負けだ。ミヤちゃん、ずっと寝てたのか。縄をほどいてくれ。縄、すぐ病院へ。その前に少し眠らせてくれ。祝福を。青いバラが。黄色いバラの花言葉を知ってるか。嫉妬さ。そんな。Love is asking.